5月15日月曜日朝6時52分のホームポイント、もうインサイドブレイクか。お、風はどうですかね。気温15度のホームポイントにいいうねりが入ってますが、インサイドブレイクですね。もうちょっと沖でブレイクしてくれたらな、入っていけるのにな。水平線に大きな船が2艘きれいに並んでますね。なんかこれは今現時点の最大のセットかな。潮が引いてる分ブレイクが大きいのかもしれませんね。右はどうですかね。ホームポイントの右も大きなうねりが入ってますが、ビーチブレイクですね。砂がどんどん削られて持っていかれて、見たこともないコンクリートが最近現れてきました。お、正面かなり大きなうねりが入りますが、ミドル付近でブレイクしてくれないので、あ、インサイドまで伸びてしまいますね。かなり大きなビーチブレイク。強いですね。うわー、あそこのブレイクには乗れるかな。まあテイクオフしてもすぐに降りないといけないな。面白いだな。